で、そうそう、血液型。そう。私は O 型です。うん。なんかね、結構、A 型っぽいって言われることが多い気がするんですが、まあ、実際結構大雑把ですし、ね、細かいことあんまり気にしない方だと思うんですが。お、伸びた。え、でか、気持ち悪い。なんだこの花。こんな気持ち悪い花だったの。これ全部伸ばしていけばいいかな。よっ。よっ。じゃあ、お、みんなさ、ダメか、やっぱりダメか。よいしょ。よいしょ。逆にこうね、皆さんにちょっとお伺いしたいんですけど、動画を見てくださっている皆さんは、だいたいおいくつくらいなんですかね、年齢。お、全部かな、これで。やった、ラブゲット。ちょっとでもやっぱ伸ばした方がいいけど、ちょっと気持ち悪いな。ずっと伸びてんのか、もしかして。しよう。じゃあ、まずその設定。変えてみました。変わんないか。伸びっぱなしか。お、夜になった。これの上が簡単だ。ここが逃げるし。でも。モグラがわかんない、モグラも。リレーなんて、そういう気がする。いやー飛ばれた。あれ？モグラ。それでちょちょちょやったー、やったー。だけど帰れません。帰れません。帰れないよね。出れないよね。ちょっと寂しくなった。もったいないな。でもうん、まあいっか、使っちゃいますね。せっかく補充したのになんか一気にガッツリ使っちゃったな。よいしょ、いいと。で、猫を回収して、ムツジロウを見て、今日は終わりにしようかな。いいか。猫の回収はまた後日しましょうね。ちょっと、とりあえずで。ムツジロウと、愉快な猫を。こんにちは。アナウィリーの松次郎の無線放送局ですよ。あなたに助けてくれた動物たちの合計は？おほーい。増えたな。全部で43匹ですね。すごいんですね。すごいんですよね。あと8匹。おお！あと8匹、ついに。ついに、一桁になりましたよ。よし、頑張ります。はーい。またねー。じゃあ寝ますね。よし。
また変な人来る。マイウィリアムズのラブはクリスのラブ、砂漠の花たちを元気づけましたね。それもラブコロン。そして動物たちの魂からラブコロン。犬が見ます。やった次のレベルまであと4ラブ。レベル上がんない。そっか、14ラブが必要ですか。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。だからたくさんラブを集めてくださいね、と。よし。はい、そんなわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ビーハグね、ちょっとこたつのやつが気になってはいるんですが、ちょっと、こたつがね、まだ見当もつかないので、とりあえずちょっと、この前の、モグラマグラの、メカを、ゲットして、ちょっとね、アダーさんのヒントで聞こえたやつ、ロボチョウチョウのやつですね。あれをちょっとやってみようかなと思います。時間はね、結構確かロボチョウチョウは早い時間に、夜の早めの時間に、ところに来ていたはずなので、ってか、知らない。間違えた。知らない。ライブハウスにいたはずなので、早めに行ってみます。ちょっと、ガラス。あつか、怖いな、なあと8匹、なんだろうな。何が残ったのかな。さてな、ショーコの森の方から、で、一つ目像と、ふわふわ飛んでた、やつと外を飛んでたハウス、飛んでたハウスの外をふわふわ飛んでたやつと、あと土の匂いが好きな、ちょっと変態系のやつと、虹です。と、あと何だっけ。あと何だっけ。あ、あとは、あれだ、サクリファイスアニマルズの3匹か。うん。ということは、やっぱ向こう側か、ほとんど。ほとんどこのテッドハウスと、あれですね、テクノポリスですね。なんだっけな。まだキャッチしていないのは、人真似が得意なですよね。これはね、何かに化けてるかな。テクノポリスの誰かに化けてるか。でも、結構、大肌話しかけたような気がするんですけどね。そんなことはない。そういえば、ロビーは大丈夫かしら。ね。カイロ抜いちゃったけど。